ヨウジ、おはよう、久しぶりだな。ああ、おはよう。ベン、席を外してくれないか？本来のお前と話がしたい。何言ってんだ？こうなんだ、あれ？よくわかんねえな。あれは俺だぞ。もう一人の俺なんていない。っていうか。人の人格は一つののみつき、一つ人格存在しない。夕飯後ジャックのやつも、ずっと勘違いしていたんだよな。ダビンカだろうが、ダルパだろうが、たとえ表面上の仮面を隠せたところで、それを正義する人格は本質的には一つだけだ。だからダビンカも、東職性悪性の修行じゃなくて、正しくは、人格関連性修行と呼ぶべきだ。なるほど。するとお前はずっとベンの人格を演じていただけだったんだな。よしは！いや、いないんという人格は出願する。ベンはインプスのように、ヨシュアの脳をコントロールしていた。ヨシュアはそれを男性者の目線でずっと眺めていたんだ。ヨハンが弟のために作ってくれた、人道そういうロボットの人生をね。だったらなぜそのままずっと傍観していなかった？どうしてバシュリーさんにタピオカを移して、みんなの幸せを奪ったりしたんだ？あのヨシュアってなんだ？アンスバタリオ先生に内緒で、ヨハンの論文を自分の手番で発表しようとしていた。そんなにダビンカンウイルスに興味があるなら、直接再現させていろうと思ったんだ。だんだん、もともとあのウイルスを作ったきっかけは、ヨハンに関する恩返しだったんだぜ。ヨハンは俺を覚醒させてくれた。人間にしてくれた。だったら次は俺が司教団を散々ゴテにしてくれた。あのクソ良心を、真人間にするべきだ。だからウイルスで腐った表面をすべて書き直してやろうと思ったわけ。まあまさか、必須人格を破壊する工程の副作業で、本能的に殺し合を始めしまうとは、想定してなかったけどな。あれからだ！てめえだけは絶対に許さねえ！どうしてまだ気づいてくれないのかな？ウイルスという仮面を被しても、人間の本質は変わらない。二度も言わせないでくれ。ヨシュア・ワークナーは20年前にすでに死んでいる。つまり俺はこの姿通りの存在、ヨシュアの兄だ。久しぶりだね、ジョージ。いや、ヘラガム・ジョージ。キッズルームは、クロイ・アンダーソンの提供でお送りします。僕はバーチャルアイドルのテトだお。みんな歌を使って僕に歌を歌わせてよ。わぁ、か、え、る、の、う、た、が、と。かえるの、歌が、あはは。君も一緒に歌おう。え、あいうえよ、あかさたな、わ、た、し、は、う、た、き、ね、と。私は歌う姫。あなたの声が、歌になる。さあ、一緒に歌う。リック。70点。俺がそう呼ばれていた時期もあった。今の名前はプシューホヒルルク、ドクトルヨハン。人間を超越した脳の支配者だ。なるほど。リックの脳を完全征服したタピオカか。100点。よくできました。なあ、ジャックの話覚えてるか？完全なる脳は、脳波も全身の筋肉や細胞も自由自在にコントロールができる。他人の意識を乗っ取ることや、不老不死になって生き続けることだって可能だ。ここ数年の俺は、とある密輸組織に加担しながら、各国から奴隷をかき集めて、人体実験を繰り返していた。いつか全知全能の神になることを夢見てな。だが、ある時急に邪魔が入った。お前だよ、ジョージ。邪魔ね。あれは俺たち兄弟がまだ起業する前のことだったか。
俺が経営をアドバイスしていた会社が何やらよからぬ連中と取引していたんで偵察してみたんだ。そしたらお前がいて、その顔、その爪、呼気のリズムや揮発した汗の成分だってあの時と変わらない。死んだはずのベンがそこにいたんだ。助けたくもなるだろ。惜しい。60点というところかな。俺はヨシュアじゃなくてヨハンだ。それにしてもどうやって俺にたどり着いたんだ。ダウジングか。30点。能力なんて使うまでもない。驚いたよ。組織を統括するトップの黒幕がタピオカ感染者だったなんて。しかもその人がお前が昔大好きだった日本のプロボクサーだったからな。ボスの正体まで調べてやがったとは光栄だな。あれはお気に入りのプレミアものだから。素顔も本名も隠させていたのに。一つ確認したい。お前あのボス以外にもタピオカウイルス使ってたのか。安心しろ、あれは最後の奥の手だ。パンデミックが起きると俺も収拾がつかなくなるしさ。今の俺はもうタピオカより安全に人間を支配するウイルスを生むのも脳手術もお手の物だからな。まあヘラガムジョージ、いや昔の名前でジョージ・アルマンと呼ぶべきか。お前に見つかっちまった時はさすがにタピオカを使おうかどうか本気で迷ったよ。なぜ使わなかった。使いたくなかったんだ。俺はお前の力もいずれじっくり研究してみたくなった。貴重なダウジングやサイコメトリーの機能をウイルスで破壊したくなかった。だからお前の記憶を奪い、能力を一時的に封印してお前が身も心も俺の奴隷になるまで洗脳するのを選んだんだ。その精神構造、お前たちタピオカの正体が少しずつ分かってきた。ほう。タピオカウイルスが作り出す人格はヨシュアの精神構造のクローンのようなものなんだな。ベン、ヨシュアは肉眼で顕微鏡レベルの細工ができるプリシジョンの能力者だった。だがあいつの器用さが視力や手先だけでなく全身の筋肉や細胞まで自由自在にコントロールできるとしたら。そう、全知全能の条件の一つを満たしている。だが彼は完全ではなかった。脳波のアウトプットができず他人を支配することができなかったんだ。そこで代わりにヨシアは体内にウイルスを作って自分の脳細胞を他人の脳で培養させるメカニズムを作ったってわけか。大正解、120点満点だ。そしてヨハンとヨシュアは双子。この肉体に定着するのは非常に容易だったぜ。ただそれでも結局俺の中に潰しきったはずのヨハンの人格は生き残っていたようだが、大人になったお前を間近で観察し続けたのがいけなかったのかね。俺はある時一時的にだがヨハンに肉体を奪い返されちまったんだ。あいつは再び俺に意識を奪われる前に自分に模した人工自我をプログラムしてインターネットの海に放流したらしい。そしたら数ヶ月後とんでもないことが起きた。奴はお前の証券会社の人間や警察関係者に加担して組織を壊滅させやがったんだ。ひょっとしてそれがオペレーターの正体か。オペレーター？ああ、お前の記憶を治療と称して引っかき回していたポンコツの自称か。そうだよ、お前もろくでもないロボットに振り回されちまったな。ロボットか。だがあいつのおかげで俺はロボットから人間に戻れた。それもこれも全てはタピオカ、お前を救うためだったんだな。俺を救う？お前は言うなればリックに取り付いた亡きヨシュアの亡霊だ。その体で世界を支配する神になることがお前の兄に対する恩返しだったのかもしれないが、もう十分だろう。勘違いするな、俺はこの体の身の上なんかに興味はない。それならなぜリックの人格をすぐに消さなかった。あいつが蘇った時点で潰しておけばよかったのに。黙れ。組織に近づいた俺を改造した時だってそうだ。俺の記憶や感情を奪わなくても四肢を切って監禁すればいつでも実験体にできただろう。黙れ。ひょっとしてお前障害児じゃなくなってリックに構われなくなるのが嫌だっただけなんじゃないか。タピオカ感染者が大切な人間を殺すのも自分が一番愛されている存在じゃないのが嫌だったんだろ。神になって世界中の人間に自分のわがままを聞いてほしかっただけなんだろ。黙れ。残念だったな、上司。お前の脳はすでに腫瘍に侵食されている。いつの間に。いつって、お前の脳みそをかっぴらいた時さ。使いたくなかったとは言ったが使っていないとは言っていない。いやお前マジでしぶとかったな。こんなに発症に時間のかかる患者はお前が初めてだぜ。くそ、助
確かに今が人生で一番メンタルえぐられてるけどさ。だが確かにお前の言う通り、俺には人間じみた感情が残っている。その銃で自害する権利を与えよう。右手ぐらいなら自由に動かせる。今ならお前は人のまま命を絶つことも、俺を撃ち殺すこともできる。タピオカ。でもできないよな、ジョージ。お前はこの治療で人の死の重みを学んだ。悲しみを取り戻した。恐怖を思い出した。ああ、かわいそうに。こんなことになるなら一生感情の欠落したロボットでいた方が幸せだったろうにな。怖いかい？またあの時みたいに泣きたいかい？感情があるって素晴らしいよな。扁桃体の反応に理性が打ち負けるのが人間らしさか。それなら俺がもっと恐怖を味わわせてやろうか。お前のそのくだらない自尊心をドーパミンに満たしてやろうか。それでお前は正真正銘人間に戻れるってわけだ、ジョージ。へえ、意外だな。チーム30秒です。うおーい、サブトロだぞー。え、お前ら聞いてないぞ。超天才の私が一言で作っておきましたよ。マジで？異例ゲームアジーメソレナシルコアプダクションのロングバージョン収録、来るの歌詞はご覧の URL からご自由にお取りください。それからアルバム手まとめて感動2曲お得だよ。日本代値段が付けられない曲のための措置ですね。わかります。こういう話をするな。5秒前、所長決めてください。プレイストアに出動だ。あのリハビリ側な。ありえないわ。プシューホヒルルク、ヨハンは、指名手配犯のみで、ジョージの治療をするために、わざわざ自分のクローンを足がつかないパソコンにインストールして、よこしてきたのよ。そんな危険を犯してまで、他にどんな目的があったっていうの？ヨハン君は、鼻からジョージの記憶を取り戻させる気なんかなかった。というか逆だ。彼の感情を、偽りの記憶で刺激して、タピオカウイルスに感染させるのが目的だったんだ。心身喪失で刑期が大幅に短縮されたこのタイミングであいつを洗脳して世に放てば、ヨハン君は強力なトリプル能力者の奴隷を最短期間で取り戻せるからな。そうなったらあいつに真っ先に殺されるのは君だろうが。嘘よ、そんなのデタラメだ。そうですよ、何を根拠に言ってるんですか。最後のオペレーターはジョージに全て思い出してくれたねと言った。しかし実際あいつは一番重要な自分自身の正体をまだ思い出せていない。たとえクローンのプログラムだとしても、リック君があんな大きな矛盾を本気で見落とすはずがない。このまま彼をヘラガモジョージだと思い込ませておいて、感情を自在に消せる能力の存在を忘れさせたままウイルスで支配するための罠なんだ。それって、じゃあ、弟を救えってのも、心の中で弟のヨシュアちゃんを救ってほしいって意味じゃなくて。本物のジョージさんが目覚めて絶望する前にウイルスに脳みそ支配されろってことかよ。